日後高田駅は、熊本県八代市にある施設オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR02。ほとんどの列車は、当駅を途中駅の一つとし、上り方面は、八代、新八代駅が、下り列車は出水、川内、熊野城駅が、それぞれ1時間に1本程度設定されている。だが、当駅は近隣に、熊本高専八代キャンパスや中級集短機、 大学など学校が多いため平日の朝夕は、八代方面、水俣方面双方とも通学の利用が多い。そのため朝8時台のみ、八代駅と東駅の一区間運行便がある。また周辺は、住宅密集地のため、他の駅と比べて、乗降客が多い。相対式2面2000ホームの地上駅、無人駅、元は、有人駅で木造の駅舎が建っていた。 簡易駅舎に建て替えられた後もしばらくは業務委託駅として出発窓口が設置され八代駅から駅係員が除菌扱いで派遣され朝から夕方まで乗車券や定期券を手売りで発売していたが JR 時代の晩年はそれもなくなり完全無人駅になっていた窓口は JR 九州時代は残されていたが2004年の 日殺オレンジ鉄道への経備監後は掲示板で塞がれている。1番線、2番線の上下線ともに、場内、出発信号機があり、どちらからも発着や折り返し運転が可能である。列車は基本的に駅舎側の1番線に発着し、列車交換がある時のみ2番線にも入線する。当駅と八代駅の間には、ふもとトンネルと、 約300メートルの長さの熊川橋梁が存在するため、台風などの悪天候や自然災害発生時は、八代方面列車は当駅で折り返し運転をすることがある。その場合は臨時に駅係員が配置される。2016年4月14日発生の熊本地震では、18日夕方に全線で運転再開するまで長時間ほとんどの八代方面行き列車が、 当駅止まりとなり、折り返し運転を行った。開業当時は、八代郡高田村だったことにちなむが、高田駅は全国にあるため、旧国名の肥後を冠して、肥後高田とした。高田は、古代からの地名であり、由来は、久留米市甲羅山にある甲羅大社にちなむ大和民族の伝説が関係している。代々甲羅山一帯を治めてきた高木神が、甲羅神に、 山城を貸したところ、乗っ取られて、現在の高田の地に追放されてしまい、高木神が住んだ、この土地が、いつしか、高田になり、読み方も、高木神の住居を意味する、高田と読むには恐れ多いことから、こうだと読むようになったという。南側は、田畑が広がっているが、北側は、住宅や商業施設が多く、八代市中心市街地に近づくほど、密集度が高くなる。 東側の駅裏は山である。高田駅前駅前すぐ左にある。短大高線前引く駅から約500メートルの国道3号上にある。1日平均乗車人員及び乗降人員は以下の通り。1992年発行までの JR ダイヤルでは有人駅扱いとなっており、当駅の駅事務室の電話番号も掲載されている。ありがとうございます。